どうすかこれ。ダミーナンバープレート作ってみました。ランドクルーザーとかも作りたいな。はい、皆さんこんにちは。仕事が遊びで遊びが仕事、ももすけです。新しいももチャンネルグッズを作りました。こちらです。ダミーナンバープレートです、ダミーナンバープレートっていうのはこういう風にナンバープレートの上に装着して、イベントの時とか、あと自分の車の写真を撮る時とかね、ナンバー出たくないよとか、ちょっと装飾したいよっていう方がつけるのがこのダミーナンバープレートでございます。世の中にね、例えば、スバルだったら WRX STI のねダミーナンバープレートとかあったりするわけですが、僕はですね、このデジタル皆無線愛好ユーザーのために、デジカンを表す DCR351、そして、趣味でね、更新する人たちがいつも使っているコード27144をモチーフにしたダミーナンバープレートを作りました。どうすか。僕的には、僕ね、前から言ってるけど、無線イコールダサいみたいなね、これもダサいのかもしれないけど、発想的に、ダサいっていうイメージを少しでも払拭したいんで、こういうかっこいいデザインっていうのね、なるべくこだわってるわけなんだけど、フロント用とこちらリア用ですね。リアの方は、封印のところがこうやって切り抜かれてるものですね。両方とも今回は普通車用になるんですけども、ご用意いたしました。いかがでしょうか。前だけとか後ろだけとかセットでもね売ってるんですけど、でこれダミーナンバープレートとして使わない時はこれをダッシュボードとかにね、置いていただくと、デジカンやってるよっていうね、すれ違う車に、自分の使ってる周波数とかコールサインとかを、知らせるっていう文化が昔流行ってたのかな。今はちょっとね少なくなってきてると思うんだけど、デジカンやってますよっていうことを、表示するためにダッシュボードに置くスライド版としても、使えるんじゃないかなということで、普段はダッシュボードに置いていただいたり、家のインテリアにしていただいたり、そして必要な時はダミーナンバープレートとして、飾っていただいたり、シャックにね、装飾として飾っていただくのもいいんじゃないかなと思うんですが、こんなものをね作りましたんで、今日は紹介してみました。いかがでしょうか。そんなにちょっとたくさんは作ってないんで、枚数ね、限られてると思うんですが、桃助のグッズが売っている桃の直売所というね、ステッカーとかも売ってるんですけど、そちらの方で取り扱ってますんで、気になる方はチェックしてみてください。以上、桃助でした。リンクの方は説明欄の方に貼っておきます。以上、桃助でした。バイバイ。